クサージカは赤ウモ木にところ属する魚類の分類群の一つ。低制魚であるクサージヒメクサージのみ二属二種が記載される。加盟の由来はラテン語のビラムとフェローから。クサージカの魚類はいずれも海水魚でインド洋から西部太平洋にかけての温暖な海に分布する。海底付近を遊泳して生活する低生性の魚類であり、沿岸域から大陸砲。 大陸斜面あるいは海嶺を主な生息範囲とする。ごく稀に底引き毛で根獲されるが、本科魚類の生態についてはほとんどわかっていない。草味科の仲間は、体高が高く、著しく左右に平たい側平たした体型を持つ。草味は、最大で全長40センチメートル。姫草味は28センチメートルにまで成長する。歯を持たない。浮き袋は、 後方で二股に分岐し、後端の位置は肛門を大きく超える。背びれと尻びれの規定は長く、棘状と軟状を合わせて、それぞれ32から44本及び25から35本のヒレ状で構成される。草味は、全体的に、長い背びれヒレ状を持つ一方、姫草味は、第六ヒレ状のみが伸長し、両者の間別点の一つとなっている。 腹期は7から9南状で、トゲ状様のヒレ状を持たない。エラ状骨は6本、椎骨は33から34個。バランアベライファー・ソービニアの創造図。本種は、ヒメクサー持続と近縁のゼモツ種で、イタリア北部の地層から化石が出土している。クサージには、ネルソンの体系において二属二種が認められている。イタリア及び、デンマークにおける、 死神夜の地層から、ヒメクサージ族に、近縁のバランアベライファー族、パレオサントロタス族の化石が見つかっている。ありがとうございます。